はい、おはようございます。集荷堂ギャラリー集荷堂の田中です。ですね、今朝のこの日経新聞ですね、まあ何より話題になっているのは菅さんが新しい総理になった、総理総裁になったということですけど、まあそれはそのと、さておきですね、文化面がね、大体日経って面白いんですけども、今朝の文化面ね、コロナ禍の日常をアートに移すっていう特集が割と面白く目に留まったので、ちょっとご紹介したいと思います。このコロナの日常っていうものがですね、アートにどう反映してくるかなっていうのは、僕はちょっと割と注目というか気になってたんですけども、実際にちょっとそのアートの表現に直接出てくるのはまだ見てなかったので、今やっと出てきたかというか、まあ、あるいはそのやってる方がいろいろいらっしゃるんでしょうけども、初めて私が見ることができたということですけども、一人はですね、この写真にある、なんかこれ見えるかな、これこのフーセットソーっていうふうにマスクに書いてあるんですね。今大坂なおみさんというテニス選手がBLM の運動に賛同したようなマスクをつけていて話題になってますけど、まあそうではなくて、これは WHO のことをちょっと直接、まあ揶揄ということはない、ではない、そんなちょっとこう発想に構えたようなニュアンスではなくてですね、まあ WHO という言葉と、それから「フー」、誰が言ったのっていう言葉をかけた、マスクなんですね。これはネットショップで販売して全部完売したそうですけども、これはですね、大山悟さんという方の作品ですね。ちょっと調べてみたら水間さんなんかで発表されたりもしてるようですけども、ドマーニャスタテンプラスっていうのでオンラインでなんか、映像も公開しているということですけども、まあこれ風船とそうということで、まあ世の中のその、まあ、WHO が言っていることであれ、あるいはそのマスコミで報道されることであれ、まあ、そのまま受け取っていいんですかっていう、まあなんていうかな、ある種の批評になっていて、もうそれでいて軽やかな表現ですよね。何かこう、何か、まあハートっていうのは何か一方的な主張を、展開するのには、まあ、向いてないと思うんですよね。これって何だろうって、これでいいのかなとか、まあ考えてみようよっていう投げかけというかですね、まあ、映画もそうです。映画でもやっぱり何か特定の意見を押し付けるような映画ってやっぱ見てて暑苦しいですよね。やっぱこれって事実を、まあ、なるべく丁寧に示して、それで、これはどういうことなんだろう、なぜなんだろうということを、まあ、考えてもらうきっかけというのが、まあまあ、このいわゆるこういう描いた絵だけではなくて、芸術全般含めて、まあ、ある種やれることなのかなというふうに思うんですけれども、まあ、それを非常に何て言うかな、丁寧にやってる感じはいたしました。それからあとエキソニモという人がこの子には出てきてですね、これはなんかちょっと不思議な展示なんですけど、なんかゲームをやって人が死ぬと会場のグランドピアノが鳴る仕組みの展示を、東京都写真美術館ので開催中の個展でやっているそうです。僕まだと見てないんですけども、これはある日ですね、飛行機がですね、街に落ちたんだそうです。これ日常で実際に体験したことで、この2人のアーティストのユニットなんですけど、その2人が歩いている時にですね、町全体が停電したと。これは飛行機が送電線に突っ込んだのが理由と知り、乗っていた人の死の瞬間を、何万世帯のもの人が停電として体感したことに不思議な感覚がしたと。
で、コロナウイルスの感染が一気に広がったニューヨークでは、感染者の死が数字として発表された。それだけの人が死んだことをリアルには感じられなかった。タイトルのデッドリンクとは、ネットのリンクが切れている状態のこと。これに UN と名付け、人の死の実感を蘇らせたということでですね、まあ、死の実感というものをテーマにして、これがその、コロナウイルスで表現されるこの死の数というものと結びつけた、展示だそうです。まあ、メディアで知る事実と人間の認識っていうのは、まあ、どっかこう、みんな結構ね、みんなマスクして歩いてますけど、あれもまあ言ったら自分で実際に本当に深刻な病気感じた人はごくわずかだし、親戚とか友人に、亡くなったり重篤な病気になった人も少ないと思うんですけども、まあ、メディアによる情報でですね、我々行動を決定しているわけですけれども、事実と、メディアと、我々の間にはこうやっぱりこう層があってですね、この事実に直接触れてないことが多いですよね。何か、そこには間違ってたり錯綜してたり、さまざまな断層があるんでね、そこを多分表現されたんじゃないのかなという気はいたしますね。それからあと有名な森村正也さんは、これ今ご自分の個人美術館でですね、なぜくしゃみをしないと書かれたマスクをつけたい自画像なんかを表現してるそうです。それはこう、マスクやソーシャルディスタンスを拒否せよなどと主張しているのではありません。それらをめぐる言葉に、言説に批評的であると訴えているに過ぎません。これも僕普段ちょっと普段僕も思っているのに近いんですけど、人通りのない屋外でなぜ当たり前にマスクをするのか。ソーシャルディスタンスは新しい生活様式などではなく、人間にとって異常な生活様式ではないのか。上から言われることに従うにしても、本当に正しいのかと疑うのか、鵜呑みにするのかの間には大きな違いがあると森村。批評精神こそが芸術の役目であると話す。でもここに書いてあるんですけど、森村さんも言ってるんですけど、まあ、あとはそのコロナのこういう状況下で不要不急のものとされがちだけれども、確かにその医療なんかに、とか政治に比べると、緊急にそれをこう対処する力はないかもしれないけれども、でも、コロナの時代を振り返るための有用な手がかりになると指摘する。コロナ禍に起きた悲劇やパニックがあらわになった社会の歪み、人々が抱いた不安や閉塞感、日常が戻っても忘れてはならないことをアートは記録し続ける。僕このコロナをアートに取れるって、リスクもあると思うんですね。非常に一過性のものであるというふうになことを取り入れても、アートって長生きですからね。報道とか表現って一般的な、テレビニュースとかそういうことによって長生きなんで、そうするとそれを普遍的なところまで落とし込まないと、その時の流行りに乗っただけみたいなことになってしまいやすいので、簡単に表現に取り組むことができないっていう面も、確かにあるので、ほとんどの作家は慎重になると思うんですね。取ってつけたように、社会問題の問題意識をですね、アートに取れるっていうのは非常に一過性に左右されるというふうになりやすいかなと。しかしながらですね、この日常になんかふっとこう疑問とか違和感っていうものを抱くっていうのは、実はアートを人に提起していくのに重要な手がかり
だと思うんですよね。だからこれをですね、まあ形にしていくこと、その時に感じたことを形にしていって、それがそのまあ自分自身も情報に、何か一方的な情報に惑わされてるかもしれないから、何か立場を起死鮮明にして出すということは、まあ後にとっては非常に、その時そう思ったけど、まあ次の日違うことを思ってるかもしれないですから、あんまり浅いところで何か思い込みみたいなことを表現するとですね、まああんまり面白くない表現になっちゃうかもしれないんですけど、ただ、情報の受け取り方自体とかね、こういう考え方でいいのかなっていうような疑問符みたいなことをね、打ち出すのはすごく大事なので、これは普遍的なことになるんじゃないですかね。ペストっていう小説、神でしたっけね、あると思うんですけど、やっぱり今起きていることって、非常にその、まあ、ある種世紀末的と言いましょうか、まあ、人類が何百年に一回体験するようなことで、しかもこれだけ近代化された世の中では初めてですね。東北の大震災ですね、津波を経験したのは、メディアがこれだけ発展してからの大災害としては初めてに近い経験でしたけど、もうこの今のこのウイルス騒ぎもですね、医療とそれからメディアとそれから今はネットがありますね、これは発展してから経験する初めての、まあ何ていうかな、災厄というかですね、伝染病で、まあ非常にこのメディアが発達していることで、かえって変な混乱が起きている部分も、まあ非常に感じられますけれども、これをですね、まあアートが何か反応しないとしたら、じゃあアートは一体何なのって、いうふうにもまあ思うわけなんで、まあこの3つの、まあ、例というのはですね、まあ、非常に僕は面白く見ています。まあ全員にそれやれっていうわけじゃないですけど、まあ、社会の問題的しなきゃいけないっていうと、またちょっと面倒くさい話になってくるかも分かんないですけども、なんかこうそういうことと切り離された単なる神秘的なもんだということになると、これもどうなのかなという感じはいたします。だからまあ自分の表現の中で、なんか今やれることで、まあ思ったことをねスッとやれるっていうのは、まあ、大事なことなんじゃないかなと思うので、今のこのコロナのことについてもですね、ある種隠れテーマだったりテーマになったりする作品が、まあ世界中から多分出てくると思いますけれども、まあ、日本のアートも、まあ、その中で面白い役割をやれたら、面白いなと思っています。ということで、なんだっけ、中華堂コンテンポラリーまで、何か今の取り留めない話で問い合わせないと思いますけど、まあまあ、我々の、現役の作家さんの活動も展開してますのでですね、何かありましたらこちらの電話番号までお願いいたします。